しょす。じゃあ、こんばんは、よにのチャンネルです。こんばんは。ここどこですか？ここはどこだ？どこっていうところから物語は始まる。大阪来てます。イエーイ。めちゃめちゃ響く。やっぱバダね、お客さん入ってないと響きますよ ね。そうなんですよ。バダね、大阪、ライブですね、はい、We are、の2日目最終日ということで、はい、もう間もなくお客さんが入る、うん、ということですね。そうですね、はい、すごいですね。こういうこの瞬間お届けできることあんまないんじゃないですか。逆にないね、なかなかね、はい、ふんま回ってないって。お前いい加減にしろ。じゃあこういうのとかも撮ってないってこと。俺もう一回撮ろう。ちゃんとちゃんと撮って今外側回ってなかったんだ。大阪城ホールです。すごい YouTube やってんだよ。大阪城ホールじゃねえしな。あ、違うわ。京セラドームだし。京セラドームです。どうしたの今日、体調悪い？今日めっちゃ調子いいっす俺。あれどうでした昨日ね、まあ、東京公演やって昨日大阪初日でしたけど、はい、お二人はやった感じどうでした？なんかやっぱり全然変わりましたね、東京と。そのまたそうね、やっぱりニュース兄さん入られて、うん、確かに確かに、また雰囲気なんか、それで言ってもじゃあ全部変わったかっていうとそうではないけど、うん、やっぱりお三方入るとまた全然雰囲気があって、確かに、ね、楽しかったですよね、新鮮で。楽しかった。山田くんってさ、メイク時間早いのね。早いっすか？結構早かったよね。早かった。なんかもうできてなかったですか、そもそも髪とか。なんかあんまいじってなかったですよね。なんかね、言ったでしょ。すげえ。何？いや俺ね、はい、俺ってちょっとくせ毛だって話を、あの軽井沢の旅行でしたじゃないですか、はいはい、で俺日本に新しく入ったトリートメントをしたら、はいはい、マジ乾かしただけでブローとかも何もせずに、はい、ある程度仕上がるようになっちゃって。すごいわ。教えてもらいましょうよ。教えてもらったら、ゆっちやった方がいいよって。そうだ、ね、いや、今度は行こうと思って。風磨はいらないじゃん、正直。もともとストレート気味でしょ。まあ、すぐ割とストレートだから、それやってからもう極端に。そういう、でもなんか山田くんってもう本当に、僕がだからジュニアの頃なんで、本当山田くんデビューしたてぐらいの時から、うん、なんかもうね、部屋とか家とか、なんか一歩出たらもうほぼ出来上がってんすよ。ちゃんとしてんのね。ちゃんとなんかやってきてますよね、そのある程度は。だってリハの時もあんまもうこの感じっすもん。もうそう、そのイメージは割と。ほんと？うん。うん。まあでもほら、やっぱ、これを何祝いにしてるならばさ、やっぱちゃんとやんなきゃさ、やっぱ我々も。そうっすよね。手は抜いちゃいけないよ、やっぱり。うんうん、これだって、ね、今日、ちょっと裏も回せるみたいな。そうだね。いや、そう、ほら、こういうのとか見れないんじゃない？うわぁ、映んないかな。あ、映った、ほら。ああ、そっか、こういう感じで。ワイド1694ね。そうそう。映像さんがチェックしてるの。いや、規模がすごいね、やっぱね。すごいですよ。スタッフさんも本当に寝ずにこう、スタンバイとかしてくださってね。ねえ、大変な中で、本当にありがたいですよね。何百人とかやつ、こんな。いえ、山田ですけど。おぉ、すげえすげえすげえ、たまたま。あれに映るわけだ、本番。そう。ドンと。すごくないっすか。ワクワクするね。全部ほら、ちゃんとさ、この、それを総合的に演出してるのがやっぱ淳くんと大倉くんとやばいっすよね。すごいよね、やっぱね。てかもうすぐ会場の時間ではあるんですよね。じゃあ楽屋行きましょうよ。行ってみるよ。行ってみますか。さあ本当にここからがもう裏か。裏側。一応ここまでがね見える範囲か。そうですね。まだギリここまでは見える。入ってもいいですか。じゃあまず警備員さんを倒してから。倒す。ドラクエシステムです。すいません、ごめんなさい。すいません。お疲れ様です。ありがとうございます。助かってます。さあ、こっからじゃあ。はい。うわあ。ここはもう入りました。入れないですからね。普通。トロッコが下持ってますね。ほら、こうやってほら、なにわ男子の着替えのエリアがありますよみたいな。衣装さん、ありがとうございます。ありがとうございます。見てないっす。まあ、これメイキングとかでね見てる人も多いとは思いますけど、こういう感じですよっていう、ね、でもメンバー入る前の本当の準備段階だからさ、超綺麗にしてくれてるね。確かに、ね、こんなに綺麗に並べてくれて、ね、トロッコも近くで見るとでけえな。あ、これ結構デコボコになってて、うわちょっと暗いからあれだけど、デコボコになってたりするんですよね、これね。小さなこだわりね。はいはいはい、これデコボコになってます。これが本番になると光出すと。はいはい、はい、もうね、ビカビカですよね。ここがストーンズスノーマンか。
あーやっぱ治安はやっぱ悪いっすよね。いや治安が悪い、あのギラギラしてるね、うん、いやあのジュリとかもさ横ですれ違ったりするとさ、はい、どこのヤンキーかなってやっぱ思うマジで。お前どんだけ濃い色のサングラスしてんのってやりますよ。視界大丈夫か心配だわ。しんちゃんとかもすんごい重そうなネックレスしてもんね。まあちょっと大人になってくるとね、こうちょっとスタイリッシュになってますやっぱね。確かにね。スマイ兄さんなんかはこんな感じだ。でも本人に言ったからあれなんだけどさ、宮田くんがさ、この世はセットアップを着てるわけですよ。うんうん、マジピーターパンなの。いやちょっと後で見てほしいよ本当に。マジっすか。気になる。見てみよう。実写化できるぐらいピーターパンですよ。意外と貴様言ってあれなんだね、ゴテゴテの装飾つけないから。いやだからゴテゴテしてさっきのストーンズみたいな時代も経て、ああそういうことか、ここに来たやっぱこれ来るんじゃないですか、大人の大人のやつね。記念に写真撮る。ここがブースになっていて写真撮れるよっていうことです。ここ風磨だって小滝とかと映ってるね。はい、チェックしてる。俺偉いな。あ、ここで今撮ったのを山田君撮ったのキモ。鼻の下伸ばして3人で撮る、記念に鼻の下伸ばして山田君と撮ってもらっていい。俺も入れるなあ。今日顔色悪くねえか。本当だ。え、マジマジ全部塗った。え、塗った。すいません、ちょっと待って、俺全然今こっち見てた。見よう、写真見よう。あーでもさ、見てなくてもさ、出来上がってんのがさ、ね、ちょっと腹立たしいよね。お前のほら、これ面白い。あ、一応スリーショットだ。嬉しい。ここでみんな撮って、いろんな媒体で情報を発信していくと。あ、そこは屋台とか。屋台は、え、行ってないよ。え、マジで。え、じゃあ屋台行く、みんなで。え、行こうよ。いや、違う、あれない、カトゥーンのさ、楽屋から遠いよ、ケータリング。すげえ。さあ来ました。あ、マジ、あ、知らんかった。え、何これ、めっちゃ楽しそう。昨日ラーメンとかあって、今日うどん来りゃよかった。ラーメンガチうまかったっすよ。まあ、うどんもうまかったっすけど、で、こうコーヒーもあるっていう。マジで、はい、すげえな。うん、楽しい。うひょー、ほら見て、かわいい、かわいい。なんか、いいね。へ、いいな。アフォガードとかソフトクリームもあります。めちゃめちゃおしゃれじゃん。はい、で、ここはいつものケータリングがあって、で、今日お寿司がある。マジで、めでてえ日だな。へぇー、すごい、すげえ。ほら、うどん食べよう、うん、こうやってね、たこ焼き。俺、大阪中のたこ焼き今回で食い尽くすんだよ。あ、インスタ見た。はい、今5個食いてきた。ほんとだ。はい、先はまだまだ長い。腹減ってきたな。なんか食べたらいいじゃないですか。食べてたら、はい、俺も今日食ったんで、うん、俺も食べた。たこ焼きじゃお願いしたいんですか、うん、サクッと。大阪食べようよ。食べようよ、じゃあ。だから買ったっつってんのよ。食べたんだって。ありがとうございます。少量欲しいんですけど、少量、はい、いただいていいですか。3個とかでちょうどいいっすよ。3つください。ありがとうございます。何味ですか。あ、味あんじゃん、4種類あるから。どうしよう。まあでも今回まだ食べてないから、王道のソースマヨで。ありがとうございます。俺もね、結局ソースマヨにしちゃうの。で、そうちゃんは意外にチャレンジできるんですよ。山田くんどっちタイプっすか。俺ね、ソースマヨ食べたい。あー、まあそうだよな。食べないよ、いらない。いいね。食べないよ。ありがとうございます。ありがとうございます。大阪ですからね。うん、今たこ焼きでしょ。おしゃべり大丈夫っす。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ、ありがとうございます。すごくない。おはようございます。おはようございます。劇団四季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 です。あ、そうです。劇団四季。四季二季。四季二季。四季二季。劇団二季。劇団二季。ゴロがすごい。何食べるの。たこ焼き。たこ焼き食べに来て、ちょっと。なるほど。ネギのせた方がいいです、絶対。そうなの。有名なの。僕もめっちゃ有名です。俺、タコせんとかって食べたことあります。あ、昨日食べた。美味しかった。うまいんだ。でもちょっとね、やっぱりたこ焼きを獲得するにはやっぱギャグ必要なのよ。マジっすか。そりゃそうだ。申し訳ない、それはただでってわけにはいかない。ギャグしないと食えへんか、うん、やりましょう。俺がお願いします。はい、中丸くんの分もかかってるから。あ、マジか。これ中丸くんちょっとダメだったら食えないです。そうだね。はい、任せてください。はい、はい、バレンタイン当日
なかなかモテない X ジャパンのトシさん。くれない。よいしょ。今のは九州。まあ、あのビッグネームに免じて合格です。よっしゃギリギリだぞ。大ベテランの名前出してよかった。タイトルの段階でオチが見えるなかなか致命的。そうだよ、かった。そこか。ありがとうございます。素敵なものです。おかげさまでちょっといただきますね。いただきます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。え、黒バージョンあんだ。スタッフティ。あ、スタッフティですね。小時何たこ焼き。いや、もう一回、2回目の滑走丼を食べに行こうかな。でも、どう、佐野くん、どう、その…いや、普通にたこ焼き食べれると思ったらダメです。やっぱ、カツうどん、しかも2杯目だしな、カツうどんは。カツうどん、2杯目ならなおさらですね。たこ焼きの方がいい。いや、もう、カツうどんでもいいですけど。それに何しに来たの。たこ焼き食べに命張ってきたんだよな。そうで、本番前の本番、ギャグが受けなかったんで、俺はたこ焼き食べれなかったんで。小田くんも…ギャグしたんや。ギャグ…ウエストもいけんの。しかも小滝はそっちの担当じゃないし、ないか。さすがに小滝はそっちの担当じゃないから。そうかもね。どちらでも2枚目の担当なんだよ。関西の血がね。いやいや、もう関西捨ててるんですよ。じゃあいいっすか。じゃあシティーボーイ、シティーボーイなんだ。えいける。え、僕は12年ぐらい連れ添ってる一発ギャグだ。えあれあるの持ってんの。いいっすか。見たいきますね。変社だニゼとリーゼント。その判定いこう。失格。ダメだ。もう無理だわ。十二やクリみたい。カスード二杯目でした。ダメです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 。憧れな。憧れなおかしいからな。凌介憧れな。うるせえ、もうおかしいんだよ距離感が。昨日から腹ペコやな。食べなよ。いや、これほんま食べたらあかんな。いや、ほんまにダメです、これは。冗談、冗談。厳しい。受けるな。一回持ち帰ろうだからですね。ギャグ失格の声。あ、ゲントそこでメイクしてもらってんの。そこでメイクしてもらってんの。あっちょパンパンで。あっちょパンパンで。あっちょパンパンで。今何寄りすぎ。寄りすぎな。似てないこの二人。似てる。似てるかも。背も映ってるね。4人の。なんか兄弟みたいな。似てるもん。ちょっと一言だけもらえる ?DJ! ちょっと見せてもらっ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 てもどういうこと。ちょっと俺もわかんない。それは DJ って言ったらどうもします。あ、そうなんだ。あ、スイッチがあんだ。そう、スイッチなんです。何やってんの。よかった。何してんの。ま、これは、これは電動電動です。待ってくださいよ。あ、やっぱすいません。ごめんなさい、すいません。いきなりそんな急に無理だよね。やる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 って何。